ことなんかまだ何一つ分からずにいたね。ねの頃に力ずくで男のおもちゃになってから、こっちこの商売。明るく日の差す向かいの窓では、幸せそうな女が一人。どんな気持ちで布団を叩く、誰の影を静かに叩く。ああ、仕事は好きじゃないけど、人に言えない傷の分だけ、トトトトトンとリズムに合わせ、まな板の上刻むよ。泣くのを明日伸ばしにしながら、女は今日も鼻歌混じり、安い魚の首をはねて、気持ちのけりをつけて暮らすよ。気味の自慢話も夢の続きも